から品川までの区間で路肩工事を行っており、車線規制を行っています。主要インターまでの所要時間は、豊中インターまで5分ほどかかります。ハイウェイラジオ、吹田よりお伝えしました。ゴールデンウィークは交通集中により渋滞が発生しやすくなります。渋滞後尾ではハザードランプを点灯し、高速車にもお知らせしましょう。また、これより 20km 以上先の桂川パーキングエリアまでと、京滋バイパスには休憩施設がございません。手前の吹田サービスエリアをご利用ください。ドライバーの皆さん、おはようございます。午前6時20分現在の道路情報をお知らせします。はじめに、京都方向へ走行中の方へのお知らせです。主要インターまでの所要時間は、吹田ジャンクションまで5分ほど、立東インターまで名神高速経由で50分ほど、京滋バイパス経由で50分ほどかかります。走行中の方へのお知らせです。豊中インター付近から品川までの区間で路肩工事を行っており、車線規制を行っています。主要インターまでの所要時間は、豊中インターまで5分ほどかかります。ハイウェイラジオ、吹田よりお伝えしました。ゴールデンウィークは交通集中により渋滞が発生しやすくなります。渋滞後尾ではハザードランプを点灯し、高速車にもお知らせしましょう。また、これより 20km 以上先の桂川パーキングエリアまでと、京滋バイパスには休憩施設がございません。手前の吹田サービスエリアをご利用ください。ドライバーの皆さん、おはようございます。午前6時20分現在の道路情報をお知らせします。はじめに、京都方向へ走行中の方へのお知らせです。主要インターまでの所要時間は、吹田ジャンクションまで5分ほど、立東インターまで名神高速経由で50分ほど、京